本日はこのイベントを総合プロデュースいたしました写真家のレスリー・キーさんをお招きしております、えー、それでは早速お呼びしたいと思います皆様どうぞ盛大な拍手でお迎えください Mr. レスリー・キーいやー私はねあのー、基本的に ING のた人です <Yeah. S 2> ING で今わからないです Dreaming Talking Foto-taking Dreaming 進行形ですねそう進行形ですだから今回のこの Great Time with Friends もまさに飲みながら語る 私、普段は忙しすぎるので、なかなか飲みながら語る時間で行かなくて、今回はあの本当に、この撮影は本当に一人一人の自分に対する友達で、みんなを大切な時間をいただいて、大切な現場でみんなが一緒にこの企画を、もう私の大切な友達と過ごした時間を大切しながら、写真を撮りながら、語りながら。 で実はこの映像もかもこれから皆さん見れると思うんだけどその中ではいろんなメッセージもありますぜひ写真も映像もそこでか何かみんながこの過去であのなんかいいメッセージになったらいいなと思ってますはい、うんはい、えなんと本日はですねその金子さんと住田さんにもお話を伺いたいと思い会場に特別にお呼びしてありますえー、皆さんはどうぞ盛大な拍手でお迎えいただきたいと思います金子信明さんそして住田さんですどうぞハローグッドモーニング よろしくありがとうございます。スムレ thank you。いや、うん。まああのせっかくねドリンクの方も用意していただいたみたいなのでね、あの少しドリンクを楽しみながらお話をしてみたいと思います。皆さんも飲みたいよね。皆さんも飲みたいですよね。はい。いただきます。金子さんいかがですか。一緒に実際そのレスリーさんと一緒に撮影もう初めてフォトセッションをしてから10年は経ってるんですけど。 レスリーが持ってる世界っていうのが本当に強い人だし特に特に強いですよねあのまあその写真とか映像の中に収まるっていうのはレスリーのいわゆる世界線みたいなレスリーの世界の中に生きる自分を映すっていうことなのでこれが他の写真家の方と圧倒的に違うところでレスリーの世界に入り込むっていうことですよねそれは他のどこにもないものなので。 これが本当にすごい強いところだなと、はい、なんかあの個人的な感想なんですけどやっぱこの表情の引き出し方がすごくあの独特というかこうなんかあの本当に皆さん自然な表情されるんでもうそこにいらっしゃるんじゃないかっていうねそういう、えー、すごい取られ方もしてるのかなとも思うんですけどもスミルさん、いかがですか実際にレスリーさんと一緒にお仕事されていやもう私もねもう何回もこ,<う>こっちも10年ぐらい。はいあの ずっと何度も何度も一緒に撮影させていただいてもいつもねすごい楽しくなんかあの一番最初の時はレスリーのイメージはなんかあのすごいいっぱい叫んでなんかこうしてこうしてってすごい興奮しててやっぱり本当に好きなんだなってあのすごい伝わるのでこっちもなんか必死になりますしすごくやっぱりあのレスリーをすごくあのなんだろう レッドダウンしたくないなって絶対と本当に <laughs> いい作品を作ってあげたいなって思ってすごいこっちも頑張りたいっていう気持ちになってすごいあの毎回本当に素晴らしい作品ばっかりしか作らないので作られないので <laughs> まあみんなの頑張る姿を見たいんでしょう自分は,は,いはいもうねどのぐらい大変のテーマとかストレーションでもどこどういうふうに対応するのを見るのは そこが自分自分にとっては大,切大事なその変化を見たり、それがきっかけになってみんながまあステップアップする、それが自分たちの一番大切にしたいことと思って、そう思ってくれたらみんながどのくらい大変でもみんなが残ってくれたらいいなと思った。だから、ストイックのシチュエーションの中でフレンドリーのアプローチが私の撮影し方だなと思った。 金子さんとか、あのー、大切な人とこう豊かに過ごす時間って言われるとどういうふうに本当にね食事をともにしてお酒をともにして本当に何でもない時間を普通の話とかこれからの話とかをするっていうことが本当にどれだけ価値があるかっていうのは、まあ、年齢とともにどんどん高まるというのもあり,ありますけど、うん、大人になるとね友達とは若い頃毎日のようにやってたけど 仕事終わり、週に1回になったりとか、月に1回になったりとかっていうのは、そういう時間の大切さというのは本当に宝だし本当に何にも変えられないもんだなっていうのはすごく思っているところだったんで今回のこのテーマはね、本当に美しいなと思いましたね。まあ本当とにかく一緒にこうあのお話しして,てこてインスピレーションを受け合うあのトークとか。あの まあ、私は周りにお友達でこう音楽してる子とか女優さんやってる子とかアートやってる子とか、まあ、レスリーみたいに写真家をやってる方とかあのいろんなあのお友達がいるのでその皆さんのそうなんだろう作品を見に行ったりとかコンサートを見に行ったりとかいろいろそういうのもさせていただいてこっちもすごくあのインスピレーションを受けて。あの すごくなんだろうあのー、こっちも頑張れるようになってますね。いやそうですね。皆さんも飲んでもらいたいね。いや本当ですね。<laughs> 皆さんにその乾杯しないのかな。今日はですね。後ほどまあこの空間の中でもね、はいえー、いろいろとお楽しみいただけるというところで。天いい、ね、お昼から飲めたら一番おいしい。本当に天気にも恵まれて今日は最高の乾杯日和ではないかなと、えー、思います。ありがとうございます。それでは誠意、えー、ながら私の方から発声をさせていただきたいと思います。 えー、レスリーキー、プレゼンツ、ジョニーハイボール、イン表参道のオープンを祝して、乾杯乾杯さあ、レスリーさん、金子さん、そしてすみれさん、本日はありがとうございました。ありがとうございいいますまだ、あのー、この後も、まあ、いろいろ